村上浩一のオーバルロード。村上浩一のオーバルロード、このコーナーではラグビーを経験したことによってその後の人生を豊かにした方々にお話を伺っています。今回のゲストは山田孝美さんです。よろしくお願いします。ちょっとまず最初に、はい、ラグビーと出会ったところからちょっとお話を伺いしたいんですけども、はい、もともとは中学まで野球やってて、はい、で、まあ、甲子園行きたくて、明石から単身で横浜の桐蔭学園、あ、甲子園に行きたくて、行きたくて桐蔭学園行ったんですよ、もともとは。で、まあ、最初、まあ、桐蔭学園甲子園常連だったんで、まあ、全国からこういい選手を集めてて、基本的にその入試で入ってきた一般の学生は野球部入れない。でそこで、まあちょっとレベルの違いをまざまざと見せつけられて、まあ、これはちょっとついていけないなという感じで、で、まあ、わざわざ野球しに明石から来たのに、野球やらないんだったらどうしようかなと、まあ、悩んでた時に、ラグビー部の部長さんが何もやんないんだったらラグビーやれって言って声かけてくれて、なので多分高1の、ゴールデンウィーク前後に入ったんじゃないかなと思うんですね、ラグビー部には。でも実際入ってみてすぐなんか楽しくやれました？いや楽しかったですね。何ですかね、ラグビーってこう球技の面もありながら格闘技の面もあるじゃないですか、はいはいはい、野球とかそんなのないじゃないですか、はい、もう基本球技で、はいはい、なんかあれが新鮮で、このなんだろう、スポーツの中で思いっきりぶつかっていいんだとかね、はいはい、思いっきり倒していいんだとか、なんかあれがまあ野球にはないすごい魅力で、あそこってちょっとハマりましたね、はい。